じゃあ、テゲチューブさんの情報で来ました。なんだっけ、青島フィッシャーマンズビーチサイドホテル&スパ行ってみましょうか。ホテルもあるのね。ホテルなのかな。綺麗、なんかめっちゃ綺麗。おー、なんか旗もいっぱいついてますね。宿泊も一部屋9960円からであるみたいですね。あ、本当だ、温泉の匂いするね。行ってみましょうか。どうしましょう。予約してないから空いてないって。あれ、まあ青島まで来たんだけどね。まあでも仕方ない。まあ、俺は全然入れんだけどね。俺は風呂入れんだけど、おめえ入れねえんだろ。もう困ったね。どっか探すしかないな。ここまで来たらいいかなって風呂入んないの？俺入ってきていいか。まあ仕方ない。なんか探そう。でももうこのままだと飯食えなくなっちゃうから、まあ一回探して見つからなかったら飯食いに行こうね。情報くれたテゲチューブさん、ありがとうございました。一応青島フィッシャーマンズね、ホテルの方に来たんですけど、僕たちの店でですね、まさかの予約をしてないって電話で予約すべきでしたね。夜9時10時までやってんだから空いてるだろうと思って来てしまって、あー、やってしまいました。まあこれは致し方ないので、とりあえずご飯食べに行きますか。宮崎市内の方に一応探しますか。ちょっと今から嫁さんが頑張って探しますので見つかったら、風呂入ってからご飯食べに行きたいと思います。見つからなかったら、この汚れ切った体で飯を食いに行きたいと思います、そういうわけでせっかくなので、今回見つけた宮崎県の何これご紹介します。おー、うわ、ご当地入ってたら分かるけど、トマトソフトクリーム。トマトか、トマトちょっときついね。どうなんだろう、美味しいんかな。聞いたら全部絶対美味しいって言わせよね。100円ランチ、自由空間、あ、自由空間で100円ランチってこと。もう超ビビった、安っと思っちゃったよ。金ちゃんとなんか関係あるの？これ勝手に使われてたけど、なんか金ちゃんと関係あるの？あんのかな。金ちゃん持ってるけどさ。すげえ。いやでもそれよりもテゲラブって何テゲラブって願いの叶う寄付だ。テゲラブ面白い。さすが宮崎のセブンイレブン。サーフィンボードにつけるワックスと、擦れる時に痛いから塗るワックス、キッチンテープでボード修復するんだ。すげえ。サーファーに優しい。はい、というわけで今回とりあえず今気になったものを一覧でした。特によかったら宮崎の方に教えてほしいんですけど、テゲテゲ運転って何ですか。これが一番気になる、ところであります。あとなんか怪しいカッパとかね、見つけたんですけれども、まあ、それも、動画撮ってたかなと思ったら撮ってなかったんで、いろいろと、まだまだ不思議がいっぱいあるような感じがいたします。宮崎のいろんなことね、またコメントなどで教えてもらえればと思います。